さあ今日の一戦リプレイ見てみましょう。1回戦はいかに。さあプレゼントか2代目ゲットなるか。グッさんコメントありがとうございます。1回マイノルメニューブック33で、600に落として、そのまんまかな、上げてないと思う。タイヤもそのままウェットを使ってますね。言われて、ウェットでいけるっちゅうからウェットで、ウェットじゃねえ、雨降ってないからあれかな、ウェットでいってるのかな、ウェットだわ、ウェット、雨降ってないのにウェットでいった、一回に失敗したかな、ウェットさあかっこいいよね、このレース仕様は。バックアイですよ、これ。かっちょいい。いや、もう一人の配信者はな、国際じゃないや、国内A級持ってるのかな、国内 A 級。いやーこの視界じゃ怖いな、なんか。やっぱ見やすいこれがいいな。6速で引っ張ってます。アクセルワーク減速したのかな今。さてコーナー前まではブレーキかけるけど、コーナーでブレーキかけたらハンドル効かんかな。だからいかにコーナー前までに減速してハンドルステアリングでさばけるかっていう感じ。いや前回のね一周だけどかなりコーナーあったから、コーナーで心血かな、かなり。一回ミスったらもう終わりだからね、コーナー。コースアウトは仕方ないけど、スピン車もうね終わりだ。なんとかストレートで10位の車抜かした。前つながってるからいいよね、9位8位7位と。これもうごぼう抜きでいけんじゃないかな。これさあ、またアドバイスお願いしますね。まだ今煮詰まってないからいけてるんで、いけてるから大丈夫です。多分いけてないのは雨だと思うんだよね。雨だけちょっと困るんだよね、雨のセッティングだけ。別にこれ晴れてればね、全然滑らなければもういけるんで、かなりあと集中力途切れてないければ大丈夫だと思うんだけどな。もう6位もいった。あ、ここねちょっと減速するの遅かったんだよ。これ3台抜かれた。これねコースアウト1回しただけでこれ3台一気に抜かれでしょ。ここなんだよね、だからミスれないんだよね。なんかこのゲームは、ゲームっていうかこのシミュレーションはインから抜いたらダメっちゅうけどな、書いてあるんだよ。でもインが抜きやすいよね。まあ状況にもよるんだよね、インの抜き方が。アウトからインっちゅうのがダメっちゅうのかな。インにいればインで抜いてもいいんじゃないね。俺は
は JAF で撮ったね。 BQ あったけどもう更新してないからない。講習だけだからね。いやー金あったらね BQ でカートやりたくて、ダートだっけやりたかったんだよね。そして年間何位にとか入れば永久もらえるんだけど、でも車ないしね、やらんかった。多分あの頃ね車あったらレース参加したと思うんだよ。金だよね、金あったらあの時やってた絶対。これ今景色こうやって綺麗に周り見れるけど、試合始まるともう先直線上の先もう道路幅ぐらいしか見えないしね。上は見えない、画面の真ん中から上は見えないな。下ば画面の下ばっかり、真ん中から下だな。あ、これね減速うまくいった今回。ここはちょっと落としすぎたかもしれないな、逆に。お、なんとか4位まで、4位の車まで追ってきた。これ直線で、ね、追っつかないんだな。スムーズだね今のコーナー。ここきつ厳しかったな。減速、車ありの減速コーナー。お、2位も抜かすか、抜かしたんか。でも後ろギリギリだな、攻めた、迫ってる。お、少しずつ離してるな。問題1位だな。と、いやー1位は早かった。1位はかなり手こずった。いやーいいですね。もう車前1台しかいないと開放的に走れるけど、逆にさ、おっと気づくよね。コーナー、あ、やべえコーナーかって。前何もないと、そう、前車いるとさ、あ、曲がってるなって分かるけど、じゃああんまりちょっとコーナー、前のコーナーなのかちょっと分かんない時出てくるよ。先、あの何も周り、あー、ガードレールとかあれば分かるけどね、左右何もなかったらちょっと辛いかもな。前だけではね、前車いれば走りやすい。こうやって一台前に現れると走りやすい。もうこの時の視点はもう前の車のみだからね。前の車のみのみと、そうか、前の車ばっかり見てるとスピンするから、そうか、前の車とその下か、車前見て、車見て、下見て、車見て、車前の車の下見るのか。これ近くまで攻めれるでしょ。こいつ、この人速いんだよな。いいとこが攻めれるんだよこれ。おー、いけるか。
シーキュアッシャー抜いた。バックミラーに映ってない、映ったけども気抜いたんだよ、あそこで焦って抜かれたよ。さあ抜けるかな、愛知3位まで入れば入賞中か、あと1周なのか、あ違うゴールしたのか、ありがとうございました。多分ゴールする、ありがとうございました。2位です。前のと差、0.224 秒差。ありがとうございました。また次回も見てください。シャッケ。